写真家の原田正です、こんばんは、大ちゃんです。これ、はい、どこやったっけ。チェンマイ、チェンマイや、チェンマイの市場や、チェンマイの朝の市場ですね。これな、はい、結構なこう気に入ってて、で前日に行ってんだよ、俺一人で、はい、うん、で、ここ良かったし、大丈夫、そこに行こうや、で、朝行った。そうね、うん、このおばちゃんの写真食べて、はい、写真撮ってもらって、うん、一番もそのあこれ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 ボンバーヘッドこの人ね、インパクトありましたね。この人インパクトあって、はい、でこれでチェキ渡してバイバイ、はい、な、うん、これが最後やチェキこれが最後なんですね。せやね、ここでもう潰れてもう元々なんか調子悪いな言うてたんやけど、はい、これもこの旅で何回やったら、はい、チェキって、うん、渡してあげたら、はい、超人気者じゃねえか。まあ別にチェキがそんなに珍しいもんじゃないんだけど、はい、その場で渡せんのと、うん、カードサイズだよな、サイズミキッド入るぐらいのサイズちっちゃいじゃん、ね、はい、それがな人気がある、ほら出てるあれそうですね。え、さっきの時はまだ大丈夫だったんですか。出たよ、そうですね、もうこれを最後にでしたもんね。これを最後に、タミの前半も前半に前半もね、これがなかったらほんま写真撮れへんで確かにね。で、落ち込んでるところに、はい、これまた大事件が出た、集金やねこれひどないホテルの前に10分ぐらいトイレだけやで。そうです、ちょっとあのクリーニングの洗濯物があるから取りに行こうぜって取りに行って帰ってきたらもうガチャンでしたね。ガチャンやん、はい、ほんでそれシャーだ、あの鎖がしてあるから、はい、お姉さんに言うて、うんうん、え、どういうところで、あの罰金を払いに行こうと、罰金払いに行かなあかん言うて、はい、結構遠いよ言うてな、うんうん、そうなんですよ。ほんで調べて行ったけど、うん、結構払い回しにされて、うん、でこれあ、じゃあバイクをな、はい、お姉さんも気前がええというか、もううちのバイク乗ってきー言うて、はい、これ貸してあげっから言うて行ってきてきー言うて、はいはい、そうですね、うん、借りてね、借りてここで行くわけだけど、はい、まず近くになんか警察署があったから、うんうん、そこに行ったらここは違うよ言うて、うん、でまた違うところに行かされて、でこれ何やったっけ。これはもうだから原田さんが罰金払いに行ってる間、はあはあはあ、僕はもう散歩ですね。あ、ポケモン GO したからはい、そうですね、はい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 、はい、俺がもうヒヒ言うてる時に優雅にこうやって歩いてるわけやん優雅に、優雅にね、お堀の周りをこう見学しながらね、はいはいはい、ポケモンを捕まえてますよ、はいはい、僕は。あー、そういうことかいい天気だな、大変やったな。面白かったですけどね。いや、そう、こういうハプニングがあってこそや、うん、旅っていうのはな、はい、うん、思い出にもなったしな、やっぱりこういうハプニングがあってこそ旅っていいもんですねって思えるよね、はい、そうですね、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。